この赤ずんだ道がうちの地元の道ですよ。これは常識だと思いましたからね。もう一個だけ高校の思い出話してもいいですか。うちらの頃の携帯はもちろんバカバカのやつで、ネットを開くってなったら i モードってなったじゃないですか。大概の人は i モードをバケ放題っていうのにして好きなような感じでネットをみんなしてて音楽をダウンロードしたりとかしてたんですけど、なんかうちの家はバケ放題っていうのを許してくれなくて、だから i モードをねちょっとでも開くとすぐに料金がかかるっていうので、お前 i モード開いたなみたいな感じでちょっと怒られるっていうので、でも聴きたい音楽とかあるじゃないですか。どうしてだかっていうと、その音楽のダウンロードサイトにはいかなくて、歌詞マップ、歌マップだっけな、歌の歌詞を載っけてるサイトみたいなのがあって、そのサイトにバッて行ってその聴きたい曲の歌詞を開くんですよ。で歌詞を開いてすぐさまコピペして、それを携帯のメモ機能に貼って、で音楽聴きたいなってなったら、そのメモ機能でその歌詞を追って脳内でメロディーを出すっていう、完全にね自分の中で保管しながら聴くっていうね、そんな省エネな3年間送ってたっていう、なんかそういった影響もあってか、今現在もねこういう移動中の時とかに音楽を聴くっていうのはなかなか自分しないっすね。結果つまんない人間になっちまったな。まあこんなね自然のいっぱいな、のどからね、都庁にもショッピングモールありまして、トッピっていうね、都庁の人たちはだいたいこういったところでお買い物するんじゃないかな。それか向こうの方に話があるんでそこで買うか。で先ほどのところを抜けて、この道ですね、ここが都庁のメインストリートになります。もうね都庁の人たちはこの辺に行けばもう何でも買い揃えられるっていう風な認識だと思います。うん、のどか、車1本しか走ってない。わあ、ドラッグストアのウェルシアになってる。前ここ確かツタヤかゲオだった気するんですよね。いやー、お釣りかおしりは激しい。一回しか行ったことないけど、三つ駅乗ろうとしたらバス乗り過ごしちゃった。くず巻地区ロードマップ、今ちょっと位置現在を確かめてて、このね、三つ駅ここに行きたいんですけど、六本木、先ほどバス停から歩き始めておよそ1時間半近くかけてですね、ようやく駅着いたんですけど、改札反対側にしかないっぽい。つら、この辺ロータリーになってるけど駅自体はないんですよ。ただおそらく向こう側に行けるであろう地下道の入り口っぽいものがある。こういうやり方もあるのか。頑張って荷物届けろよ、お前を届けよ。